R2 の部屋へようこそ。今回は大門山のリゾートでキラーをやっていきたいと思います。この試合は米2位取れたら赤1です。赤1昇級試験です。よろしくお願いします。まずはフェーズウォーク使って策的ですね。端っこからかなと思ったけどいないですね。お、いる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 。こちらにカモが多分こっちこっちこっち、あ、おし、いたいた。おー、ナイスジャンプナイスジャンプ。オッケーオッケー、はいはいはい、待ってね。さあ待って待って、みんちゃん待ってください。はい、さあどっち行く。固有ね、固有行く。待て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 、最初の策的は意外と良かったのでこの子を早めに打ち取りたい。あの発電機が1台つくまでにサバ1人ダウンさせて釣れると結構その後が楽というのが最近分かりました。はい、強い板使って伸ばしていく。さあ下行って戻ったね。はい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 、待ってください。おりゃ、よし、オッケーオッケー。1人目打ち取りました。まずは悶絶のフック、共鳴する苦痛に釣っていきたいと思います。悶絶のフックは釣られるたび修理速度進行速度が最も高い発電機が爆発して進行度が 15% 失われ後退し始めるというものですね。これめちゃくちゃ強くて、強いんですけど、あのフックの生成位置によってはめちゃくちゃあの使えないということがね分かってます。あのやっぱこれもねキラーをやってると分かる。あ、待て待て、デビキン待て待て、デビキン救助に来たけど私が救助狩りに戻ったので、待て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 よ。ですね、2個目持ってきてるパーク、不安を煽るもの、今回持ってきてます。これ生存者がね発電機修理中に疲労ステータスの影響を受けるってものですね。これ疲労中はあの疲労が回復しないし、あのもう目隠し状態なのでサバがねどこでチェイスしてるかとか分かんなくなるパークです。絆とか共鳴持ってきてる人が発電機触ってるとどこで追われてるかも見れないし、熱い、待て、爆発爆発、割れてるかも見えないし、あと発電機修理中にねキラーが来た時、あのスプバとか持ってる人のスプバ潰しになりますね。奇襲型のキラーさんに本当強いです。レイスとかね、まあ、リンちゃんも多分強いと思うんですけど、あ、オッケー、救助来てる。あ、飛ぶフェイントはめっちゃ引っかかってしまったこんな距離が離れてんのに飛ぶフェイント引っかかりました。はい、追ってきます。デビキン救助が通って、お、ジャンプしただけ。はい、殴る。待って待って、飛ぶ。はい、どっち行く？戻るよね。戻るよね。はいはい、そこ行く。はいはい、フラフラして。フラフラする。オッケー。オッケー、めぐちゃん。はい。オッケー、いい感じにトンネルはしてないですね。もう負けそうになったらトンネル。負けそうになったらもうガチトンする恐ろしいキラーなのでよろしくお願いします。まだあんまやったことないんですけどね、トンネル。さあさあさあ行こう。ジェネ循環からですね、回ってるところを行きます。動いてないかな。とりあえずね、このマップ、真ん中ですね、このジェネは上げられたくない、上げられたくないです。今救助を通ったので、どっち行くかな。ここで救助されたらやっぱこっちよね。お、いるかいるかいるか、よし。これはみんちゃんか、よし。はい、オッケー、オッケーオッケー。みんちゃん待ってよ。そこはさっきね板をね使っちゃいましたね。使っちゃったので、はいはい、下に行く。はい、普通に飛ぶ。はいはい、オッケー、オッケーです。はい、ボイルじゃないよね、まあ、そこに共鳴があるのでね、さらっと釣りますと。はい、次はどこだ。あ、ジェネが上がってくる。やば、もう 3台か。なんかキラーやってるとほんとジェネが上がるの早い気がする。サバやってるとね逆にジェネが回るの遅いって思うんだけど、
キラーやってるとめっちゃ早い。さあどうだ、球場は来ないかな。真ん中通ったりしてない？あー、いないですね。あんまりこれね、釣ったとこから離れすぎると、離れすぎると本当にね、負けるってことも分かってます。あのガチキャンプも多分負けると思うんだけど、やっぱそこそこその釣ったところはね、あ、デッハデッハ、ごめんね、デッハ読みしてないけど、デッハありがとう、よし。そう、釣ったところからね、あまり離れすぎると負けますね。キャンプも負けるけど、本当にあの釣ったところからエンドはるばる遠くまで行っちゃうとね、本当ね負けます。ここ今通知音になったので、まず、あ、どこ行った、どこ行った、あ、いた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 。さあこのさ、みんちゃんのこのパンダスキンさ、このマップでめっちゃ強い。白黒が基本だからめっちゃ強い。このスキン結構ね、この山でこのパンダみんちゃん出会うんだけど、あの見失うことが結構ある。さあどっち来るか、戻るよね、戻るよね。あー、これ今の私も引き返せばよかったな。なかなかあのチェイスが難しいです。サバでもチェイス難しいんだけど、キラーでもやっぱね追うのがすごい難しい。特に小屋チェがすごい私ダメってことが分かって、どうしたら小屋チェ上手くなるんだろう。おっと壁に来てる、壁に来てる。あー、これ切んなきゃダメ。はい、おっと、はいはいはい、逃げられる。これパティかな、パティかな。はい、じゃあどっちを追う、こっちを追うか。目に入っちゃったからね、ごめんよ。いやいや、君は釣る予定だったんで、はい、オッケーで。じゃあこのパンダミンちゃんを共鳴に釣る。いや、この共鳴の位置今回結構いいかもしれん。さあそこ爆発、じゃあ固有の中を突っ切って、あ、開いてないわOK。 さあいるね、いるよね、いますよね。誰ですか、デビキンだ、ほらデビキン。救助の方行くかな。いや、追っちゃおう追っちゃおう。さあ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 、あー、どうしようかな、どうしようかな、悩むな。救助してる人もいれば、そばで負傷してる人もいて、おーっと、また違う子が現れたぞ。これはこれはメグなんかすぐタゲチェンする、すぐタゲチェン。あー、飛ばない、偉いね。ちゃんと待つ、ちゃんと待つ。なんかほんとね、勉強になるね、キラーやると。まあ、上手いキラーさんだったらね、引っかからずこうステインだけちょっと出して戻って切るみたいなね、あの上手い技ができると思うんですけど、この初心者キラーからしたら、ああいうちょっとしたあの飛ぶだろうとこで飛ばないみたいな、はい、飛ぶだろうと思うとこで飛ばないみたいなのが結構ね普通に刺さります初心者キラーにはぶっ刺さっております。はい、オッケー、共鳴、はい、ツー、うーん、お前ツル、はい、ツルさん、あそこがやっぱつきそうだね、つきそうだね。待って待って、今行く、今行く、ちょっと待ってて、そこで待っててよ、待っててよ。はい、そう、持ってきたパック、そう、海持ってきてます。さっきから全然蹴ってるんですけど、海ですね、これやっぱ強いんですね、海は。はい、私ここだ、来た来た来た、この小屋はね、ほんとね、苦手です。多分上手いキラーさんは、リンちゃん上手い人は、このフェーズボーク使ってね、さーバシュンみたいな感じでいけるんですけど、私ね、ほんとダメなので、あ、もう早々にやめとこう。これで変に追っちゃうとね、発電機普通に上がっちゃうんで、まあ、タゲチェンということで。そこはてか、デビキンが多分小屋でヒール中でしょ。で、ここか。あ、いるね、いるね、いるね。います。私も混ぜてくれ。待って。あー、待って。待って。ほんと、一回空振るだけでさ、すごいなんかタイムロス。とりあえず、決定です。そう、最近、イラクションつけてたんですけど、
負けることが多かったので、ちょっと前触れにね、変えてみてます。いないな、いないな。あっち行ったか？でもほんとさ、この広いマップだと普通の徒歩キラーさん大変よね。やっぱこの、まあレースの透明化とか、高速移動がちょっとできないと、ほんと広すぎて。まあそれでもね、上手い人はここでトラッパーとかね、普通に、普通に全滅取ってくるけど、おっ、思ったよ。これはなんだ、ミスっちゃったかな。オッケー、じゃあメグちゃんを、おっ、ミンちゃんが、なんだなんだ、ミンちゃん、はい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 、おっ、これはなかなかの肉壁に来てますね。あー、邪魔邪魔、めっちゃ邪魔、ほんと大きいよね。あー、これは絶対パーティーよね。くっそー。誰を追えばいいんだ、この時。あ、いたいた、デビキンいたね。デビキン。デビキンさっきからずっと負傷してんだけど。お、下グレか、これ。下グレだね。ズサ肉つけてきてますね、ズサ肉。ズサ肉をつけてるので、もしかしてあれかな。だから医療キット持ちだったかな。医療キット足らずに回復できるみたいな感じかな。仲間にね、ヒールしてもらえる。あ、いや、さっき邪魔してきたので、デビキンを、ね、まずは釣ってあげまーす。はい、邪魔邪魔邪魔。いや、めっちゃ肉壁黒いね。絶対パーティーだね、これ。すごい。感動する。さあさあ、さっきの子はいるね、いるね、いるね。あ、上か。上か、これは。上だね、オッケー。でも、ズサ肉などでね、上で回復してもね。はい、はいよ。お待たせー。オッケー。さあ、そこに共鳴がある。はい、ドーン。ではあっちに行く。まあ、離れてるか、離れてるかを隠滅してるか。いないですか、ここは。あれ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 、どっかいない。まあいないよね、さすがにね、こんな近くに隠れない。周りカリコさんの時、ああ、救助いってるか。 OK、おう、ここに2人集合。はいはい。ほんとさ、このところ入ると見えないってよくわかってるよね。ほんとキラー目線だとね、どこにいるのかわかんなくなるので。あー、ちょっと遠いな。あっちなら間に合うかな。さあ、肉壁はさすがに来ないよね。OK。はい、みんちゃん、スルー。あとはネアか。ネア救助行くかな。まあ、多分パーティーだったら行くよね、これね。救助行くよね。行く行く。こんだけ離れてるし。行くはず。ね、ハッチ戦ね。オッケー。ハッチどこだ。ここどこに湧くんだ、これ。ここのマップはちょっとまだね、よく分かってないんですけど、ハッチ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 。いや、落としないな、落としないな。ないぞ、どこだ音。いや、もうフェーズウォークで3本。あ、あったあったあった。オッケー、はい。さあ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 、ゲート戦なる。いないよね、いないよね。さあ、ゲート戦かな。うん、いないね。あっちか、ちょっと遠いな。遠い遠い。
れいないね。え、いない。ハッチが、え、マジで、え、やば、え、ハッチ？うわ。あ、でも米1もらえた、やったやった。ハッチか、あ、鍵持ってたわ。あ、マジか、悔しい。あ、でも米1か、昇級試験まであと米1。頑張ります。ありがとうございました。